さあ、夜9時を回りました。9月の12日。今月に入って2回目の火曜日のこの時間です。エンパナードタイム2生放送をお送りしていきます。先週ちょっとね、お休みいただいたんですよ。えっと、ちょうど9本のウークイのね、えー、火曜日の日だったんですけれども、えー、まあ、諸事情で、ね、ありまして。 えー、先週の火曜日、この時間お休みだったんですけれども、どうだったでしょうかね。あのー、やっぱり沖縄県内全域で、えー、この9号の3日間というのはエイサーが各地で、えー、お届けされていたんじゃないかなと思う中、 多分この五夜周辺とか、パークアベニューとかっていうのは、その道順でね、このウークイの道順をされている青年会たくさんいたと思うんですよね。で、また、その旧本最終日のそのウークイの日の、ええ、まあ、外営とかもね、含めて、夜遅い時間帯までエーサー隊をね、見に行ったという方も多かったかもしれませんね。もう何やかんや言っても、お盆が終わって1週間か。 早いですね。本当にね。もう9月の今日は12日というところですね。えー、このエーサーの話でいくと、今週末、金、土、日、第62回沖縄全土エーサー祭りが開催される予定ですけれども、ただ、ちょっと心配なのが、えー、台風18号ですね。えー、いろいろこう、進路予想図というものが、まあ、 インターネットで、えー、またインターネットの中でもいろんなこうサイトでえー発表されておりますけれども、えっと、今日の午後3時の予報円によると、明日水曜日、先島諸島付近を通過した後、東シナ海を北上し、木曜日、金曜日にかけて北から 東寄りにゆっくりと転向し、その後上空の東の風に流されるように九州方面へ進む予想ということなんですよね。えっと、ひらがなのツーみたいな感じでね、曲がって、えー、沖縄のその北部方面をかすめるどうなのっていうとね、そんなこう予報になってますけれども、えー、この、また台風がね、 えー、まあ、どう変わっていくか。まあ、スピードとかね、その、東寄りになるのかとか、まあ、いろいろこう、二周になるのかとか、まあ、それとこう、進路でもね、えー、強さって変わってくると思いますけども、沖縄本島もね、この18号の影響で、えー、明日から、まあ、雲行きがね、えー、傘マークがつくということらしいですね。 まあ大丈夫だと思うんだけれども、ただ雨が降ると太鼓とかね、濡れたりとかすると、まあ演舞ができなかったりとか、で、また会場の設営のオリオンビアフェスなんかもね、えこちらもまた a サーで負けじ、この時期、同じ時期にね、やるということで、もう3日間で30万人か、ね、来客が見込まれるということで、沖縄市の本島中部のね、一つの大きなイベントですからね、 ぜひやってほしいんだけれどもちょっと天気がね心配だなというとこですね。という話もしていきながら今日も「エンパナータイム2」生放送で9時56分までお送りしてまいります。さあ今日のオープニングです。アスカののナンバーで天気予報の恋人 さあ今日の9時のオープニングは、チャギアスカのバージョンではなく、アスカのバージョンで天気予報の恋人をお送りしました。まあ、流しながらですけれども、あ、久しぶりに聞いたなって思いましたね。まあ、今日はその天気予報にちなんだ曲にしていこうかなと思ってますけれども、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メール 761-fm コ a .jp761-fm コ a .jp でお待ちしています。さあ、あの、週末、まあ、珍しくというかね、あのー、まあ、先週か、休みがなかったんですけども、あのー、土曜日は土曜日で、えー、まあ、後輩の披露宴のね、司会をさせてもらいました。はい。えー、なんかね、やっぱりこう、披露宴っていいなと思ったんですけど、あのー、今回、バンクバンドの意図、 まあ中島みゆきさんのね、あのカバー曲ですけれども、そのバンクバンドのその糸を、新郎の友人たちが、ステージで、えー、白い手袋をして、で、ステージからやってきて、なーぜーっていう、この音に合わせて、ね、歌詞に合わせて、手話をするっていう、そういうこうパフォーマンスだったんですね。で、最後のこの説で、えー、スポットライトが舞台から、ひな関に当たって、 でそのひなさきにいる、新郎のところにね、スポットであく当たるんですよ。で、当たって、えー、それは幸せとよ呼びますとかっていう、あの辺のこのフレーズを、この手話で、えー、神父にね、やるっていうのがあったんですけど、 ま僕はあのー、そういうサプライズがありますよっていうことを聞いてたんですけど、実際に目の前で、この手話でね、そのバンクバンドのまた、この糸が、まあ耳に入ってきて、目ではその手話をやってる姿っていうのが映し出された時に、じわってきて。<laughs> 分かってたはずなんですけども、なんかこう、胸打たれるものがあってですね、 ブラブラブラ、泣いちゃいか、泣いちゃいかんと思いながら見てましたね。で、神父さんも神父さんで、あんまりこう、涙を流すとかっていうことをね、あまりこうしないという、うそんな神父さんらしいんですけれども、ちょっとこう、気の強さがね、印象的な。で、一応話を聞くと、 いや、普段なかなかこういうこと言われたことがないとか、面と向かってね、こうあの気持ちを伝えられたことはあんまないので嬉しいっていうことで、一応感動したっていうね、コメントはしていただきましたけどね。まあ泣いてはなかったですけれども。いやでもやっぱりいいなと思いましたね。この、披露宴ってやっぱり、えー、乾杯の挨拶だったりとか、まあ来賓だったりとかね、友人代表挨拶だったり、余興だったりとか、各あのー、職場の皆さんのね、 えー、余興なんかも、もうみんな、あの、この日のために、予定を立てて、ね、予定を作って、またはこう、工夫を凝らしてね、えー、映像を作ったりとか、ステージを華やかしたりとかするって、みんなのこう、思いが詰まってるやつなので、めっちゃいいなと思いましたね。うん、僕ももう危うく、もらい泣きしそうになりましたね。まあ、本当にあのー、写真も含めて、えー、いろんなこう、サプライズがあって、新郎さんのね、また新婦さんの、 キャラクターというか人柄がこう際立ったそんな広いんでした、ね、でまた、まあ、僕としてはあの延長はねやっぱりこう僕もヒロ上げたことがあるので分かるんですけど延長台っていうものが発生するんですよね。でちょうどこの新郎が謝辞を終えてそれで時間がカウントされるんですねいったらね。 謝辞の,の終わった時間がカウントされるんですけど大体こう沖縄の広いので2時間半ぐらいなんですが、えー、2時間半がリミットなんですがその謝辞が始まったのがあシャ辞が終わったのが2時間と57分謝辞 <laughs> が終わってねで僕が最後にまあご両家の皆様 本日は誠におめでとうございますって言って退場していくっていう流れなんですけども、まあ皆さんもイメージできてると思いますが、2, 2, 時,、えー 2, えー、と2時間と58分みたいな、まあ9分なるかなぐらい。まあ、なので、本当にもう延長の1、2分ギリギリの <laughs> ところだったんですよね。で、まあもちろんね、あの、振動に電話をして、えー、いや、よかったねとかって振り返りながら、 で、また最後にね、いやー、ギリギリだったよ。あの、延長するかしないかのね、瀬戸際だったよ、とかっていうね、話しましたけどね。はい。まあ多分今頃、あのー、ごくね、えー、毎日な、同じ生活が、また、何事もなかったかのようにね、続いてると思いますけれども、はい。えー、新郎新婦の皆さんも本当にお疲れ様でございました。はい。まあ、たまにね、ラジオ聴いてるとかって言ってましたからね。 はい。えー、さあ、今日の番組のテーマですけれども、今日の番組のテーマは、引退後。はい。引退後。こちらでお送りしていきたいと思います。まあ、引退の後ですね。まあ、正しくはというか、ちょっとこう、引退後だけ聞くと何の言葉かわかんないので、引退の後という、そういった、えー、テーマにしてみたいと思います。まあ、例えばこう、仕事がね、えー、定年まで、 やって、で、じゃあその後っていう、引退された後とかね。まあ今日あの、伊達公子さんか、テニスのね、えー、伊達さんが、まあ、2回目の引退でいいのかな。まあもう完全にね、えー、現役を離れるということでコメントもあったようですけれども、まあ涙のね、えー、引退会見ということらしいですね。うん。やっぱりこう、引退するってことをね、それなりにこう、思うところがあってとか、 あと、体が言うことを聞かないくてとかね、こう気持ちがついていかなくてとか、いろんなのがありますけれども、なんかこう、引退って聞くと、あのー、まっすぐこう、パッって真っ先で浮かぶのが、大相撲のね、えー、千代の富士さん。まあ、亡くなられた九重親方ですけれども、その千代の富士さんがね、この高花田に負けて、で、それでもう自分のその体力の限界を感じて、 えー、コメントをね、残したっていう、あの記者会見のなんか印象がすごいありますね。うん。えー、まあ、ただね、その後はね、あの、やっぱりこう、大相撲、相撲界の発展にということで、えー、ここの親方としてね、えー、まあ、いろんなこう力士を育てていたと思いますけれども、沖縄にもね、うるましだったかな、何回か来てますよね。いやー、やっぱ会いたかった、会いたかった。 買ったというかね一度はこう生でね、見たいなと思ってましたけどもね。はい。えー、ジャビオさん、収入あるなら仕事引退したいし。<laughs> 収入があったら引退したい。あは余裕があったらってことか。はあえー、青野軍団さん、また話が広、広がりにくいテーマだね、といただきました。いや、そこはね、あのー、 通常だったら僕が広げるとこなんですけど、この FM 小ザっていうね、あの電波を使っての、このローカルな放送局としては、リスナーが広げるという。<laughs> リスナーがね、広げていただいて、僕がそれを短くお伝えするという。<laughs> そういう感じになってますからね。えー、ラジオネームサボさん。テーマ、相撲の方がいいんじゃない いや、これはね、やっぱりもう、これが逆に僕はもう、広がりにくいんかなと。うん。いや、好きな人は好きですけどね。うん。えっと、え、今年は、あ、こん、今回か。えー、秋場所ですかね。秋場所は、三横綱休みっていうね、まさかの展開になってますね、今ね。えー、青野軍団さん。中三の時に文集に、水戸黄門のような老後を過ごす。 と書いたのを思い出した。水戸黄門のような老後。あー、なるほど。陰謀を持って。で、スケさんカクさんっていう最強のサポーターがいて。で、あれだ。陰謀を出せば、ヒレフス的な。<laughs> すごい、あれだな。憧れだな、これは。えー、水戸黄門のような老後を過ごす。なんかこう、 まあい,いや <laughs> ええー、面白いですねこれねよく覚えてますねしかしねえー、今日の番組のテーマ「引退後引退のあと」というねテーマでお送りしていきますさあ今日の2曲目いきましょう2曲目もアスカのナンバーで「do ya do」 チャギアスの曲をリクエストしようとしたら、ドゥーヤードゥーがかかったからちょうどよかったということでラジオネームサボさんからいただきました。えー、今日の2曲目、オープニングと同じくアスカのナンバーでドゥーヤードゥーをお送りしました。 さあ、9月12日のエンパナータイム2。まあ、先週ちょっとお休みだったので、えー、今月に入ってこの夜の時間は初めてか。えー、今月はあと2回かな。来週再来週とありますけれども。もうあれですね。まあ、前頭エーサーが終わってから、あ、もうあれだ、みたいなね。えー、もう夏っていうのが秋にこう変わるみたいな。 今年もね、あとどれぐらいかなーとかって参味する時期でもありますけれども、早いっすね、ほんとにね。うん。なんかこう、夏は夏で、ずっとこう暑い日がね、続いてたし、なんか明るいイメージがあるんですけど、だんだんこう9月とかになってくると、まあよくね、秋の空とかって言うじゃないですか。ちょっとずつこう、寂しさも漂ってくるかなと思いますけどもね。えー。さあ今日の番組のテーマ、引退後。 というね、テーマですけれども、あのー、まあ、現役を離れるっていうところからいくと、まあ、部活の引退後とかでもいいかもしれませんね。何かをやってて、で、それをこう、まあ、一区切りついて終わってっていう、その後のね、過ごし方というところでもいいかもしれません。はい。メッセージ、メールは76、761アットマーク、fm 小ザ、ドット jp、761アットマーク、fm コザ、ドット jp でお待ちしています。 えー、僕、高校の時は、バレーボール部に入ってたんですけども、あのー、引退した、まあ、えば、インターハイでもう、28分ぐらいで1回戦負けちゃったんですね。八重山まで行って、えー、28分で3年間の集大成があっという間に終わるという、そういうことがあって、で、その引退した、あ、引退じゃないや、まあ、 試合が終わって、ミーティングでですね、その宿,宿舎というか、まあ、泊まってるホテルで、みんなでね、えー、反省会みたいな宴会でやるんですけども、あのー、周期大会出ます。3年生だけど、いや、この悔しさを晴らすべく、晴らさずして、ユニフォーム脱げるか的な感じで、周期大会も出ます。 僕多分行ったんですよで他の部員も何名かいや3年生だけど本当は2年生にねあのコートを譲りたいんだけれどもいやこれ悔しいんで今日の負け悔しいんで俺も周期出ますみたいなそういうちょ,ちょっとしたこう何て言うんですかね炎を持った人たちが23名いたんですよ4名ぐらいかなでそれがしばらく経って練習行くじゃないですか周、まあ、期に出るって言った手前ね なんかこう、モチベーションが <laughs>、全然上がらなくて。で、結果的に周期大会、誰も出ないという、2年生がそのまま出ちゃったっていうね、展開になりましたね。あれって思ってね。ま、なので、あの、なんかもう、終わっちゃったんでしょ多分自分の中でね。 その、まあ、試合が28分で終わったっていうあっけなさもあったんですけど、え、これで終わりっていうような感じだったんで、いやまだやるよって思ったんですけど、もう多分そこでね、負けたって事実が後から入ってきたかなんかで、すっとこう、気、気力自体がなんかなくなってたんですよね。もう体力は全然あったんですけども、気力だけがない。スコーンとこう、 誰も落としじゃないですけど、ポーンって取れてしまって。結果的にね、周期出なかったね。<laughs> 普通に髪伸ばしてバイトやってたね。あれちょっとびっくりしたな。自分でもびっくりしたな、本当に。えー、テントを頑張ろうかいさん。熱しやすく冷めやすいのは昔からか。<laughs> いや、本当ね、熱ある時はマジで熱いっていうぐらい熱いんですよ、本当に。これはね。 あのー、そこをアピっても何のも意味もないんですけども、ただこう冷えた時のこのやっぱりね、えー、無関心さったらないですね、本当にね。えー、青野軍団さん、夏休み遊びたかったんだろうといただきました。はい。いや、これね、あのー、そうじゃないんですよね。うん。まあ、夏休みは夏休みで、バイトでしたから。あのー、本当に漫画のような、 あれ、中華飯店とかのバイトで、中華のお店のバイトで、おい、バイト、皿洗っとけ、みたいな感じの、あのシーンがあるじゃないですか。で、洗えば見たら、超天井につきそうなぐらいのお皿みたいな、もうザ漫画ですよ。まあでも僕がバイトしたところっていうのはもう本当にザ漫画のこの、なんていうんですか、お皿とか、機材っていうんですかね、調理の。がもう、ドーンってあってっていうところで夏休みやってましたね。はい。いやー、 あ、でも、狙いとしてはね、夏休みはやっぱりこう、ゆっくりするだろうというね、僕もそのつもりだったんですけれども、なんかこう、そういうわけにもいかなかったですね。うん。ちょうど時給が、500、500、500円台か、520円とか30円とかの時代じゃないですかね、多分ね。はい。えー、さあ、ここでツイケスが切れてしまいましたので、一曲、 「まあ引退後」というテーマですけれども部活が終わってねえあもうグラウンドにまたはえーコートに立たないでもいいんだとかねえま部活が終わったまあ学生さんが「引退後こんな曲が流れたら嬉しいな」ということで「ワニマ」のナンバーからサンクス。 えー、部活引退、または卒業ソングということで、ワニマのサンクスという曲を送りいたしました。まあ、たまにはね、えー、若い、今の、旬のアーティストの曲もね、流しておかないとね、やっぱりこう、昭和のというか、1990年代の曲を選びがちなんですよね、やっぱりね、どうしてもね。はい。まあ、ちょいちょい流していきながらと思いますが、えー、さメール来ております、ラジオネーム、MJ さん。 はいさい DJ モーリー MJ です。昔、ぐし市での結婚式に出席した時6時30分スタート予定が、出席者が半分以上来てなくて、7時のスタート。で、余興のデューブを30分くらいするのが2組あったし、プログラムの進行も遅く、遅くって、式が終了したのが11時ってのが経験した結婚式の中で一番長かった。 お家に着いたら12時前だったさ。見てるだけだったけど、デイジ疲れたよ。えー、引退後の話。自分部活とか根性ないからしてなくて、引退とか経験ないさ。死ぬまで現役。はい。なんかこう、最後、名ゼリフなんですけど、全然力が。<laughs> 腰が入ってない感じが。いやー、あの、昔の披露宴長かったみたいですね、本当に。 あのー、今みたいにね、延長とかっていうのは、やっぱこう、まあ、式場式場で撮ってなかったところ多かったらしくて、なので、5、6時間とかって聞いたんですよね。いや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 あの、若い人は、あの、なんていうの、飲みの場でね、えー、また、久しぶりの再会とかがあるから、まあ、お酒も入ってるしね、あれですけど、 あんな年を召されてる方とかがね、長時間なもう5、6時間もっていうのはめっちゃしんどいんじゃないかな。しかもこう、え、6時半開演が、出席者が半分以上来てなくて、7時からスタート。<laughs> これはもう本当今はないんじゃないですか。あの、いくらね、うちのタイムといえ。これはもう今の時代は、いや、アウトかもしれませんね、これね。本当に。うん。 まあ、披露宴ってやっぱり面白いですよね。あのー、その披露宴会場って、えー、一番上でやってる。で、えー、二階でもやってるとかっていう、そういう披露宴会場があるんで、同じ時間帯でスタートするんで、何百人何百人ね。なので、全然違う披露宴の会でご飯食べてて、あれ、なんか全然知り,知り合いというか、あいついないなといろいろこう、まあ、最初気にならなかったらしいですけど、 だんだんと住んでいくうちにつれて、あれ、友人代表全然知らんやつさっていうことに気がついて、一旦会場出てみると、上の最上階の出席だったっていうね、都会。よく聞きますけどね、今はさすがにね、そういうのないと思いますけど、披露宴ならではのなんか珍事っていうのがね、沖縄特にあるかもしれませんね。 えー、さあ、こちらも行きましょう。えー、まあ、今日の番組のテーマ、引退後ということで、青野軍団さん、インターハイ登録メンバーに入れなかったから、すぐ部活引退して、免許代貯めるためにバイト探してさ。はい。やっぱりね、あの、早い人は、その、夏の段階で行きますよね。で、あっという間に秋になって、まあ、12月ぐらいか、には、 もう免許取得と,とかね。あと、こう、卒業手前ぐらいで、あのー、就職休みぐらいの時でね、もう免許一気にこう取るみたいな。あのー、全部ね、仮免とかあんなんで全部取って、いち早く4月なる前に、もう、お父かお母のね、車でっていう。そういうのありましたね。まあ、でもあれ、ちょっと憧れだったら引退後、そのバス、バス停で、その、 川端次練とか、小沢次練とか、ね、三池とか、なんかそう行くっていうために、こう待つ同級生とか見てたんですけど、あれちょっと羨ましいなと思ってましたね。えぇ、ー、月キのチャンネさん、仕事引退して隠居したい。ヘチマ育てたい。もうなんか、行くさあやってしか思わないな <laughs> 絶対じゃないな月ズのチャンネさん。えぇ、ー、 車の免許証をした取得したら、ヒアゴンのラブホガイを友達とドライブ。ラジオネーム、ジャビオさん。ね、免許取り立てはもう、なんて、なんという世界だって思いますからね、やっぱりね。学生っていうところから、一気にこう、ね、違う大人の世界がいっぱい見えてくるじゃないですか。面白いですよね、本当にね。えー、おいらが披露宴会場でバイトしていた頃は、 延長当たり前で飲み物も追加がほとんどだったよということで。ねえ、これ、すごいよね、本当に。もうまさに、だからこう、あれじゃない内地の人が、まあ、沖縄の広宴ってすごいよって噂になる基盤って多分そこの時代のことじゃないですかきっとね。あのー、 内地の披露宴とかってね、あの、50人とか、まあ、多くてもね、50人とか、70、80とかなのかな、多くてね。まあ、なんですけれども、大体はもうこの近親者とかね、あとこう、親友とか、もう、本当職場の方はなかなかね、あの、何十名、何百名も呼べないっていう、そういう披露宴なんですけど、沖縄の場合ね、え、400、300ぐらいか。 25300400ぐらいですかね。まあ、500もいるんからどうでしょうかね。ま、あもうそんななったらね、もうすごいなと思いますけれども。もう芸能界のね、もう披露宴会場みたいな、そういうパターンでしょうね。えー、引退後というテーマで、MJ さん。 僕らの高校時代、野球部員が引退した後、みんな、ここぞとばかりに髪を伸ばしてパーマしてきていたな。ただ、残念なことに、変なおばさんパーマになって <laughs>、みんなに笑われるというパティン。<laughs> パティンあったよね。ちなみに、その頃の僕は、なぜかスポーツ狩りでした。はい。うーん。まあ、でも野球部の人はね、なんかジャムチャーが多いというか、あの、笑わす人多いじゃないですか。 なので本当はこうかっこよくしたかったんだけど結果的に嫌なパーマになってまた丸刈りに戻るっていうそんな同級生もいましたねあ確かになもう他の部活はねあんまりこう丸刈り丸刈りっていう規則っていうか学校とか先生によってもねそのね近かったじゃないですかサッカー部羨ましかったなあんまりこう丸刈りっていうねあれがなかったんでうん なので、野球部、僕も野球部の一応はね、途中でやめましたけど、気持ちとしては、早く髪伸ばしたい、マジで、丸裾でもいいから、ちょっとだけでもいいからね、あのー、髪を生やしたいっていうのはずっと思ってましたね。えー、ズキのちゃん姉さん、メルトンの駐車場4周した。はい、これ多分、免許取り立ての話ですね。 <laughs> <laughs> はぁはーえー、ラジオネーム、ナしゴンコさんからいただきました。はい。えー、こんばんは。あ、なるほどね。これ危ない危ない。この後の春水さんの番組だ。<laughs> 危ない。こっちで砂漠つもりだったな。危ないな。えー、この後春水さん。春水さん。10時からね、放送ありますんで。はい。ぜひ聞いてください。 あのー、先週の披露宴の中で、えー、久しぶりにこの曲を聴きました。1曲お送りしましょう。バンクバンンクドでイト さあ、ラジオネーム、被検のサボさんから、リタイアしたら、年に一回は、日本縦断みたいな、旅企画を楽しみたいなー。ああ、いいですね。えー、モーリーは海外も含めて行きたいところあるねー、ということで。うん。行きたいところね。うん。中国のあの、なんていうんですかね。 あの、千人がいそうななんか山とかあるじゃないですか。とか。アフリカとかね。この前あの、テレビ見てたら、アフリカだったと思うんですけど、白いキリンがいるみたいな。で、本当にいたっていうね。とか。<laughs> 行きたいところあるからな,ないんじゃないかな。<laughs> やっぱり。いや、でもでもあの、旅をしたいなと思いますよ。うん。あのー、美味しいもの食べたいねと思いますね。やっぱりね。やっぱ日本食、やっぱ日本食最高だなっていうところにたどり着きたいですよね。いろいろ回って、回って回って、あ、やっぱり日本のお米と、 梅干しとかね、そういう味噌汁、あ、最高だなって思えるぐらいのなんか食をしたいなと思いますけども。うん。引退後ね、まあ今日はあのテーマ設けましたけども、多分ね、うちのじいちゃん、うちの弟なんですけど、いまだ現役なんですね。まあおじいはちょっと亡くなっちゃったんですけど、ただこう、70途中とかぐらいまでずっと現役だったんですよ。 で、多分、うちの親父も多分現役で、年を終い、追えて、置いていくね、じゃないかな。で、僕もなんやかんや言いながら、引退後って儲けてますけども、なんやかんやなんか、働いてそうだなっていうイメージね。できればね、あのー、なんていうんですか、大橋巨泉さんじゃないですけども、ハワイでね、移住するとか、この別の地に行って、全くその仕事しない。 とかっていうのが理想ではありますけれどもまあでもね、この先どんな世の中になっているかね、わかりませんもんね、この辺をね。えー、シーサーさん、中国でパンダがいるような場所ですね、ということで。あ、そう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 ,そう、うん。えー、ズキアカのチャンネさん、オートやな。<laughs> やばい、死に現実感あるやつさ。 <laughs> 大戸屋。う、は、ま、い、いですけどね。はい、定食うまいですからね。てかあの CM がめっちゃ美味しそうなんですよね。さあ最後になりますけれども、お知らせを。第62回沖縄全土エイサー祭り9月の15、16、17。15日、道順映画、小谷十字路周辺、国道330、ゲート通り。 夕方6時30分から夜の9時まで行われます。DJ モーリーとイラミナスセイキーが会場の MC を担当いたします。えー、道順なんですけれども、お330を道順へするコース、ゲートの A 会場、B 会場を使って固定で演舞する青年会、それぞれいます。で、道順へにしか参加しない青年会もいたり、道順へ終わった後に固定の会場で 参加するそんな青年会もあります沖縄市の青年会を中心に北谷町江口青年会あと琉球琉球鹿島などなどがあ今週の金曜日の道順ュの青年会ですね、えー、そして9月の16日は陸上競技場に場所を移しまして 沖縄市小座運動公園陸上競技場にて第39回沖縄市の青年祭り沖縄市の青年な競技会ですね、えー、中心のプログラムとなっておりますが今年はうるま市のヘシキヤ青年会の上がりがこの中日に登場名護市の 伊佐川青年会もこの中日に登場となっています。午後3時から夜の9時まで。で、三十じゃなくて、9月の17日の最終日が、全東エーサーのね、最終日ということで、えー、ユミタンソン高志保だったりとか、沖縄市の久保田だったりとか、琉球国祭り大工だったりとか、あと、東京中野マハエ、マハエエーサーも、 この最終日に登場ということですね。で、今回鳥はですね、沖縄市のそんだ青年会が今年鳥を務めるんですけれども、その前がうるま市のヘシキや入り。はい。土曜日には上がりが登場して、日曜日には入りが登場するという、あのパーランクでね、でまたちょっとこう、派手ではないですけれども、あの、白とね、えー、灰色でいいんでしょうかね。 の色合いの、まあ、衣装を着て、えー、パーランクのヘシキャ独特の演舞その後に、そんだが、あの、陸上競技場をね、えー、広く使いまして、はい、沖縄市の締め太鼓で締めくくるというとこですけれども、これはまた見応えありますね。うーん。あのー、先週の、あ、猿、え猿日曜日か。うるま市のね、グランド通り会のエイサーの 司会もしていったんですけれども、焼けなのエーサーはね、良かったですね。まあ、それ以外にもね、えヘンザとか、赤のとか、あとターバとかね、いろんなご青年会見たんですけれども、焼けなのやつがなんかインパクトっていうかね、残ってますね。 まあちょっと台風の進路がね、非常にこう気になるところではあるんですけれども、まあなんとか大丈夫だろうということで、先ほど関係者の方からね、コメントというかメールいただきました。はい。まあただただ、あの、天候のね、影響で、えまあもしかするとという可能性ももちろんありますからね、やっぱりね。うん。まあその辺はまた、ページ等々で。 えー、沖縄全土 A3 祭りのページ等々で多分ね、あのー、発表もあるかと思いますので、まあその際はね、えー、ちゃんと、公表すると思いますので、ただ、まあ大丈夫なんじゃないかな、ということですけどもね、うん。はい。ぜひお時間あるという方は、今週の金曜日から始まる第62回沖縄全土 A3 祭り、足をお運びください。僕は金曜日の司会と、そして最終日の 全頭エイサーのユーストリーム放送の司会をアジクータラジオ木曜日の担当の柳らさんとお届けするということですのでこちらもね、えー、内地で聞いてる方また全頭に来られないという方もですね、えーインターネットで見ることができますその青年会の演舞とでまたフィナーレのね花火あとレーザーイリュージョンこういったものも見れますのでぜひね、えー、今週の週末からの イ頭餌も楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、時間いっぱいですね。9月12日火曜日のエンパナータイム2。ここまでのお相手は DJ モーリーでした。この後も FM コザでお楽しみください。また来週